高木康成は、静岡県灰原郡に吉田町出身の元プロ野球選手。大阪近鉄バファーローズの最後の勝利投手である。小学校3年生で野球を始め、中学時代には、エースとして全国中学校軟式野球大会で初出場初優勝。静岡高等学校3年時には、第81回全国高等学校野球選手権大会に出場し、 初戦の倉吉北戦で17奪三振記録。3回戦で、桐流第一の小太樹との投げ合いに敗れるも、3試合連続で2桁奪三振を記録した。1999年度ドラフト会議にて、大阪近鉄バファーローズから2位指名を受けて入団。オリックス時代入団2年目の2001年に5試合に、登板し、初先発、初勝利を記録。 2002年には主にリリーフで27試合に登板して防御率2点台の高成績を残し、先発初勝利も記録した。しかし、翌2003年は再び一軍登板なしに終わった。2004年は主に先発として起用され、自身最多投球回数を記録したが、打者2巡目や中盤で捉えられることが多く、5点近い防御率に終わった。 近鉄の本拠地最後の試合となった9月24日の西武ライオンズ戦で勝利投手となり、チーム最終戦である27日のオリックスブルーウェーブ戦でチームが敗れたため、高木は近鉄最後の勝利投手となった。同年オフに球団合併による分配ドラフトでオリックスバファローズへ移籍。2005年は8試合に登板したのみで、内容もかんばしいものではなかった。 5月15日の広島東洋カープ戦で先発を任されるも、打者3人に対して2球1安打という乱調で、1死も奪いずわずか12球で降板。その後、試合は16対14で広島が勝ち、プロ野球史上に言いたいとなる両軍42安打という、大乱打戦となった。2006年はリリーフとして起用され、21試合で、 防御率3.20と久々に一軍の戦力と言える数字を残した。同年オフに1997年以来9年ぶりに復活するハワイウィンターリーグへ派遣された。2007年は開幕から一軍に入り、菊地原武山本翔吾、吉田修二らと共に左の中継ぎとして活躍した。それ以前は奏者を出すと請求を乱し通打を許して、 崩れる場面が目立ったが克服する。シーズンを通して登板を重ねて、チーム2位の54試合に登板、防御率2.62と安定した成績を残した。2008年も開幕1軍入り。4月2日の西武戦で3年ぶりの先発を務めるも、3回、3失点で敗戦投手に。以降、制裁を欠いた投球が続き、10試合で、 防御率8.80の大乱長で4月中に2軍、降格。10月に内視鏡による左肘頭骨局除去手術を受けた。2009年は開幕では1軍登録はされなかったが7月10日に1軍登録された。しかし、登板機会がないまま7月15日に登録抹消された。8月7日に再登録され8月12日の試合に抑えとして出場。 6点の差があったためセーブはつかなかったが、1アンダ無失点と高騰した。しかし、8月13日の試合では1回にアンダに、四球2失点と乱調だった。その後も乱調が続き、8月21日に再び登録抹消された。しかし、9月10日に再登録され、この日の試合に先発。結果は5回5アンダに四球4失点と、 失点こそは多かったが、まずまずの投球をした。その後は抹消と登録を繰り返し、登録された時は先発するという形になった。9月22日には、近鉄時代以来の先発での勝利投手となった。10月9日のオリックス最終戦でも先発した。なお、この年の先発した試合は全て東北楽天ゴールデンイーグルス戦であった。 12月4日、キサヌキヨウとの交換トレードで読売ジャイアンツへ移籍。2010年は8月15日の横浜ベイスターズ戦で移籍後初登板。昇格後は9月5日の対中日ドラゴンズ戦まで11試合連続無失点を記録している。8月21日の阪神タイガース戦では6回1点ビハインドの場面に登板し、1回1アンダム失点に抑え、直後に チームが逆転したために遺跡後初勝利を挙げる。さらに、新天地でのお立ち台デビューも果たしている。9月16日の東京ヤクルトスワローズ戦で、巨人遺跡後の初先発を果たし、4回を3安打1、失点に抑えるも、今季初黒星を期している。10月8日の東京ヤクルトスワローズ戦では、勝てば2位となり、CS 本拠地開催権を確保できる試合で9回に、 追いつかれ、延長10回に、マーク・クルーンがランナーを2人出したとこで交代となり、投板したが、川本良平に勝ち越し3ランホンリダを打たれそのまま、チームは負け、3位となり、シーズンを終了した。最終的にこの年は21試合を投げて24.2回、自責点3、防御率1.09と過去最高の成績を残した。2011年は、 投板数は前年の倍近い46試合に投板したが、打ち込まれるケースも多く、防御率も前年の倍近くの3点台に終わった。2012年は開幕から13試合連続無失点を記録。山口哲也や新人の高木京介の影に隠れつつも40試合に投板。3勝1敗、防御率1.244と前々年の安定感を取り戻した。 年間を通じて一軍に在籍した。2013年は4月3日の横浜 DNA ベイスターズ戦に登板するも出場はこの1試合のみ。8月3日、球団から左肩関節唇の修復手術を受けることが発表された。10月23日、自由契約になることが発表され、11月28日に育成契約を結んだ。 2014年は2軍でも登板なしに終わり、10月1日に球団から戦力外通告を受け、11月6日にブログにて現役引退を表明。11月23日開催のファンフェスタでは、約10分にもわたる引退スピーチを行い、整列していた選手、首脳陣も思わず吸い込まれるようにこれに聞き入った。2015年より巨人の2軍サブマネージャーに就任。 2019年から一軍サブマネージャー。平均球速約時速1 3 9トル最速時速1 4 7トルのストレート、高校時代に甲子園でも多くの三振を奪った変化の大きいカーブに、カットファストボール、スライダー、シュート、フォークボールなどの多彩な変化球を投げ分ける南東ハサワンである。プロ入りからオリックス移籍直後までは、 先発投手を任されていたがあまり目立った成績を残せず、2006年以降はリリーフとしての起用がメインとなった。チームにとっては貴重なサウスポーだが、やや故障が多いのが欠点であった。2004年シーズンオフの選手分配ドラフト直後のオリックスとの交渉時、年俸戦3 0 0万円を提示されるものの、12で割れると1ヶ月分がすごい半端。 1320万だと110万円になるんでと主張して20万円の上乗せに成功。当時フロントの中村勝弘を笑わせた。紙質がウィルフィン・オビスポに似ていることから、オリックス時代から兄弟ではないかというネタにされていたもののジャイアンツへの移籍が決まったことで、くしくも同じチームに所属することになった。しかし、2010年オフにオビスポはトレードで、 北海道日本ハムファイターズへ移籍。ジャイアンツ移籍後、ズームイン。サタデー内のコーナー、プロ野球熱血情報の司会、宮本アチに年賀状を送っており、このことから宮本に、非常に律儀な性格と称され、囲碁道コーナーでは、律儀高木と命名されている。成中、聖高創立二十五周年人物誌プロ野球、近鉄投手。 高木やすなし、木佐抜投手と、オリックス、高木投手のトレード成立巨人、高木、12戦目で今季初視点、2010年8月22日付日刊スポーツ紙面、高木、今季初先発で高等も報われずスポーツ日本2010年9月16日、巨人。 高木康史が、左肩関節口、ビルの修復手術 NIKKANSPORTS.com2013 年か月3日巨人の間口。高木が、育成選手契約 NIKKANSPORTS.com2013 年11月28日、オち選手ら7選手に、 戦力外通告巨人球団公式サイト2014年10月1日配信本人ブログ原監督を唸らせた名スピーチ今も巨人を支えるリチギな男スポーツ日本2015年7月18日配信裏方さんグッジョブ高木康成に君サブマネージャースポーツ報知2015年2月6日配信2013プロ野球オール写真選手名館 日本スポーツ企画出版社2013年8ページ ISBN 978から4から90万5411から11から6本人ブログありがとうございます。